かいるぞ。よし、オッケー、撃破。あー、弟右衛門、弟右衛門だ。てめえ、俺の弟右衛門になってござしてたからね。愛しのセニョール、どうしてあなたのセニョリータはそんなにもたくましいセニョールなのか。あなたのセニョリータを見ていると僕のセニョールもセニョリータしてしまう。これは生まれながらに僕というセニョールに宿命づけられたセニョリータなのか。セニョリータ、あなたが憎い。僕のセニョールをここまで苦しめるあなたが憎い。だからこそ僕は、僕自身の自慢のダイナマイトビッグセニョールで君のセニョリータ。はいはい、ストップストップ。何がセニョールでセニョリータだ、この下ネタ大魔人め。いや、それは下ネタ。なのか。そうだそうだ、セニョールセニョリータが下ネタだってんならイタリア人全員下ネタ大魔人やんけ。いいか、言葉ってのはその使用状況とか表現の仕方でニュアンスやらが変わってくる場合があってだな。今のお前のそれは明らかに悪意のある使い方であってだな。いやまあいいよ、お前のセニョールセニョリータがどう扱われようが俺の知ったことじゃないしな。それよりこいつは確か OF40MTCA だよな。少し前にも乗った気がするがどうしたってんだ。まあ別にこの子の紹介がしたかったから乗ってるわけではないんだけどね。ほら、この前の大型アプデでレーザー測距器の仕様が変わったじゃん。あれの紹介動画が作りたかったってわけ。本当はもう少し低ランクの IKV91 とかのがインパクトあるんだけどね。なかなかいい録画が撮れなくてさ。でいろいろやってたらたまたまこの子でこのモズドッ平原側のマップを引いたわけですよ。そしたらもう、ねえ。あ、なるほど。動画始まってまだ2分経ってないが、大体この動画がどういうのかは分かった。てなわけで改めて今回のレーザー測距器の仕様変更について簡単に触れると、これまでの測距器はレーザー、アナログ含め単純に敵までの距離を表示するだけでした。しかし前回のアップデートでレーザー測距器については、測距が完了すると自動で照準をその距離で合わせてくれるようになりました。つまり早い話が測距さえしてしまえばあとは横の偏差だけ考えればよくなったのです。これがどれほど大きな仕様変更かはこのゲームをプレイしている皆さんにはよくわかることでしょう。1発目の命中率が格段に向上するわけですからね。まさに文字通り100発100中ってやつです。おっと、ちょうどいいところに敵が出てきましたね。試してみましょう。なんだこの当てやすさは。というか自分で距離合わせる必要がないから、速距から射撃までのラグも恐ろしく短いぞ。そう、これが新しい仕様のレーザー速距離のヤバさよ。もともと1年くらい前からシミュレーションバトルの方では実装されてた機能ではあるんだけど、視界とかの制限がない RB にもついに来てしまったってことだね。しかも今回のマップはオニ狙撃マップとして有名なモズドッ平原側、この新機能と相性バッチリってわけでございますよ。ちなみに今回使っていくのはイタリア DR9.0 の OF40MTCA、 アリエテと同じエンジンを積み込んだ快速 MDT ですね。使用砲弾は DM23、 DR9.0 としてはちょっと貫通低めですが、まあこの辺のランクでは標準的な APFSDS ですね。照準倍率は16倍でこれまた狙撃にはもってこいの性能。ち、当たらんか。期待値、いけないと思います。確かにそうだが、競り相手なので実質 OK ってことで。その案内よ。と、またまた敵さんが湧いてきたな。相変わらずエグいマップやで。ここはサクッと突拠して、そのままドン。はい、M103 撃破。この命中率は癖になるな。おっと、この音は。ち、またしても開幕ヘリやろうか。このマップ、ちょうどこっち側に敵ヘリのリスクがあるからよく狙われるのよね。迎撃用意。距離600、しかし下手に撃つと反撃来るぞ。だな、まだ気が疲れてないみたいだし、ここは少し様子を見よう。通り過ぎた。改めて攻撃用意。この距離ならグローミングの方が早そうだな。狙って狙って。む、これはチャンス。そこだ。撃って、マジかよ。今の当たらんのか。お、味方の DMP が落としてくれたか。サンキューガッツ。さて、お空の脅威も片付いたことだし、改めてうまうましようかね。お、なんかマップに映ってる。こっちから撃てるかな。ってなんか撃たれてね。さっきのヘリからかよ。相変わらず撃墜判定で手からが長いなあいつらは。撃墜判定でたならおとなしく墜落してよね。む、あれは、あれは M901? 生きてるよね。人かぶってるのでちょっと場所をずらして。突拠してから、吹っ飛べー。む、なんだ死体か。死体撃ち行くないと思います。射撃命令出したのはお前だろうが、責任全部こっちになすりつけるな。うお、もう敵の飛行機出てきてるのか。ちょっと早すぎやしないかい。まあこんなの服だしな。敵の飛行機出さなきゃどうしようもないってことだろ。それぐらいは判定と思えってことなんかね。おっと、またお客さん。今度は移動の機会だが。ち、ちょっと後ろにそれたか。だがしかし初段命中。敵からは草に隠れてこっちは見えてないわず。それじゃあこのまま2発目を。お、なんかすげえ当たり方したな。ノーダメかよ。それじゃあ少し照準をずらして。そこだ。
あれ、今のこっちの弾が当たる前に死んだような。多分あれだ。時空を超えて 0.5 秒前の敵に攻撃して撃破したんだよ。嘘だろ。レーザー測距器工事してるとそんなことまでできるのかよ。信じられないかもしれないが、それが現実なんだ。レーザー測距器って、すごかったんだな。とかなんとか言ってる間にサクッと M901 撃破。そして今もしかして撃たれた？なんだか弾が通り過ぎる音がしたんだが。まあこの位置は警戒されて叱るべき場所ではあるからな。当然狙ってくるだろう。ってことは迂闊に顔を出せなくなったか。慎重に行こう。足を生かして場所を変えてっと。うん、今度はこの辺からでいいかな。そろそろ別な敵が湧いてきてる頃じゃないかなって。お、やっとり。あら M901？ さっきの人かな？だとしたらすごく申し訳ない気もするが。これも戦いか。安らかに眠りたまえ。M901 撃破。さて、サクッと偉いものいじめを完了したわけだが、他の敵がなかなか見えんな。さっきこっちに撃ってきたであろう敵の姿も見えんし、まあ焦ることはないし、じっくり行くかね。おっと、いたいた。あれは M551 かな。意外と拠点の近くにまで迫ってきてたんだな。命中。M551 撃破。またしても初弾命中。こりゃたまりませんな。レーザー測距器は測定も1秒以内に終わるから撃ち漏らすってことも少なくていいよね。む、なんか味方が撃ってるぞ。何かいるのか？いや、多分荒らしたい落ちだな。まあ今のこのゲームしたいとそうじゃないのの区別つきにくいし。あれは、生きてる敵か？あ、そう。気づくのがちょっと遅かったか。さすがにか。あいや待て、また出てきたぞ。む、とかがあって微妙に狙いにくい。だが今度こそ。そこだ。お、マジか、思ったよりも敵の動きが早かったな。だが動きは止まった。今度こそ、狙って。武士、命中、攻撃潰した。しかしあら XM803 か、逃げられちまうかな。お、なんか微妙に見えてる。これいけるんじゃね。武士、遺体は潰した。あとは増員に刺さりさえすりゃこっちの勝ちだ。この位置からじゃ見えにくいし少し右にずれよう。この辺でどうかな。余計に見えにくくなった気がせんでもないが、もう少しだけ右に。ここが限界か。まあいい、とりあえずやってみよう。即拠して。お、ちょっと待て、別な敵もいるやん。そこだ。はい、まあ当たるわけないよね。おとなしくさっきの XM803 狙い回す。もう一度即拠して。そこだ。お、位置的には悪くないぞ。飛行に命中。今度こそ増員に。でも、さっき撃ち漏らしたやつが出てきてる。隠れちゃった。ち、あいつのせいで照準ずらしちゃったよ。もう一度照準し直して。おっこ、いいところに命中。XM803 撃破。さてお次は M551 くん。お前さっき俺たちのことチラチラ見てたろ。なんで見る必要があるんですか？嘘つけ、絶対見てたぞ。ち、さすがに出てこないか。強情な坊やだ。ちょっと待てこの音は、貴様は、対空戦闘用意。任せろ、あやべ後ろの山取り手伝った。何の、ここだ、予知命中。しかも結局味方対空砲のキルになってるしさ。いやでもあのギリギリの場面でちゃんと照準持てずによく当てた方だと思うよ私は。まあそれはそうなんだけどさ、ただ撃墜できてないんじゃ意味がないっていうか、せめて相打ちだったらね。なんというかあれだ。だんだん慣れてきて無茶苦茶な要求ばかりしてくる会社のダメ上司というか、いろいろやっても、その程度、みたいな顔してくるムカつく上司というか、何が言いたいかというと、つまり俺はお前を何に。いい耳持ってるじゃねえか。世界狙ってみるかい？たく、くだらないことばかり言ってないでさっさと解説に戻れってんだ。今度使っていくのはレオパルト1英語。少し前のアプデでドイツと一緒に追加された車両ですね。なんだドイツ戦車かよって思うかもしれませんが、そもそも OF40 は単なる輸出用車両なのでイタリア陸軍で正式採用されてたのはこっちのレオ1。つまり生まれはドイツですが、レッツとしたイタリア軍戦車ってわけです。ちなみに見た目はレオ1AHH とクリソツなわけですが、それをベースにレオパルト2と同系統の FCS を搭載したのがこの英語なので、本当の照準機周りのデザインを見れば AHH と英語の区別は簡単にできます。まあこれはこれで面白い戦車なので詳細はまた別な動画で解説するとしましょう。使用砲弾は DM33。貫通 400mm を超える強力な砲弾ですね。足回りこそさっきの MTCA には劣りますが、こっちは攻撃力で勝ってる感じですね。さて、サクッとさっきのポジションにまで戻ってきました。道中ちょっかいを出してきた M163 がいるわず、脇腹をプンツコしてきた裏に、ここで腹立ておくべきか。さて、どこにいるかな？お、あれか。ちょうど頭出してる感じで狙いにくいな。だがそれもこのレーザー測距器さえあれば。社長にヘッドショット、えぐい。えぐすぎるよ。ふむ、なんだったら HEATFS ぶち込めばワンパンできたかもな。発想がさらにえぐいよ。まああいつはしばらく出てこないだろうし他の敵だ。具体的にはさっきの M551。多分あいつにスポットされてたせいで飛行機が突っ込んできたんだよな。だからこそ、貴様を許すことはできない。まだ同じところにいるな。即興はできた。
距離はバッチリだぜ。あとはあいつが飛び出してきたところを狙ってだな。うむ、はみ出てるところには当たらんか。まあこれは天性だ。お、機銃撃ってきてる。やっこさんやる気みたいだぜ。これも当たらんか。微妙に見えてるようだけど見えない当たり判定がありそうだな。あそこ、む、敵がミサイル発射。これはリロード間に合わないな。一旦交代。なるほど、さっきミサイルが近くに着弾した音聞こえたがあいつか。お、ちょっと待て、M163 戻ってきたな。食えるやつから食っていく。鉄則だな。うし、M163 撃破。それじゃあお待たせ、M551 くん。もう一度やり合おうか。あいつはさっきからあそこでくねくね動いてこっちのミスショット誘発してきてる。ならば今度はじっくり狙ってあいつが避けようがないタイミングを狙う。具体的には、こっちが下がったと見せかけて、奴が飛び出してくるタイミングだ。うし、命中。戦車は急には下がれないからな。M551 撃破。なんか気がつけば自軍拠点が踏まれてるんだが、ここからに乗り出して撃ちに行くのは危険だ。少し前に出て両線越しに拠点を狙える位置を。ってちょっと待て、テキリスに何かいるやん。これは逃がすわけにはいかない。任せろ、こんなの外しようがないぜ。うし、命中。 M41 撃破と、正面から攻撃。狙われてるぞ。この殺気、きっと我々に恨みを抱いてるものに違いない。まあそりゃそうだろ、こんだけ一方的に撃破してやーな。しかし肝心の姿が見えん。ここは一旦無視して自分拠点にいる敵を叩きに行くか。ってなんかテキリスからすごい弾飛んできてないか。これ M163 がいるな。これはベッドも仕留めたいところ。ぐるっと横に回りますか。お、いたいた。多分ここから頭を出せば。バッチリだな。そこだ。む、浅いか。ならば貴様のような軽装甲車両に効果抜群のこの HEATFS でとどめを刺してやろう。狙って狙って。そこだ。シャオラー、M163 撃破。こんな時のために持っておいてよかった HEATFS。なんかあの子、必死に目の前にある M901 の死体使って身を隠そうとしてたな。そんなかわいそうな子にも容赦がないのがこのレーザー卒業時さ。うし、今度は拠点を踏んでた M163 撃破。入れ食いだな、こや。こんなに敵の地上勢力ボコボコにしちゃって、相当恨まれてるだろうな。あっこの音は。まあこうなるわな。ってなわけで12キルに足見ですで。勝ちましたー。このモズドク平原側マップが非常に悪名高いというのは前々から他の動画でも言ってましたが、レーザー測距器の仕様変更でさらに磨きがかかりましたね。正直一方的に打てすぎるので早くどうにかした方がいいんじゃないかなって。まあでも今回の仕様変更のヤバさを非常にわかりやすくお見せできた試合でもありました。距離を自動で設定してくれるだけで命中率ってあそこまで違うものなんですよね。この仕様 BR いくつ以上の車両のレーザー測距器がとかって話ではなく、ランク関係なくレーザー測距器を持っている車両全てに適用されてます。今回の BR9.0 ぐらいになると敵も味方もレーザー測距器持ちの車両が多いのでまだいいですが、中にはそんな低いランクでこの機能使えちゃっていいのかよって車両もちらこらいます。そっちのヤバさと言ったら今回の日じゃないですからね。いずれはその車両の動画も出したいなって思ってます。それでは本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。